ントマイムアップデートラボ、皆さんようこそパントマイムアップデートラボへ。こちらの研究所、そうラボっていうのは研究所って意味なんだけど、私はパントマイムアップデート博士のしべです。さあ今日ですね、パントマイムをアップデートしていこうという、そういうものでございますよ。これどういうことかっていうと、これね、パントマイムってものもね、一緒に皆さんの日常生活と一緒にアップデートしていこうじゃありませんかという、そういう研究所でございます。アップデートするパントマイムはこちら、パシッ、あ、こちら、パラタラス、電話、電話ですよ。皆さんパントマイムで電話ってどうやってやりますか？電話やってみてください。ほら、世代によって違うでしょ。そうそう、電話ってこうやるの。もしもし、もしもし、もしもし、もしもしって、これはトトロでしか見たことない電話、ドーン。そう、パントマイムでこれ、クシャッ、ジジ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 、あ、もしもし、おばあちゃん、これはおばあちゃんちにしかなりませんでした。僕もこれ黒電話ね。さあ、電話ってもはこうやってガチャッ、あ、もしもし、もしもし、もうこれすらわからないかもしれない。今の子供には電話といってもわからない、いろいろ伝わらないという、だからパントマイムもアップデートしていこうじゃありませんかという、そういう研究所でございます。さあ今日はですね、今からこうやって黒電話やりましたね。今黒電話、家電、家電、ごめん、わーっと、さあ次、さあこの次といったらこれですよ。あ、もしもし、ガラケー。さあそしてこれをアップデートしようじゃありませんかというので、こう電話っていうのは、そう皆さん結構たくさんの方が持ってるこちら、スマートフォンです。そう、スマートフォン、こうスワイプする感じね。だからこれを、電話っていうのは今日これにアップデートしようじゃありませんかと、そういうラボでございます。しかし、しかしですよ、パントマイムアップデートラボはさらに未来を見据えます。未来はどちらだ、そう、こちら、あなたです。あなたが未来そのものなんです。このスマートフォンが次どうアップデートされるのか予測しようじゃありませんかと。さあスマートフォンがどう変わるのか私考えました。さあここに令和プラスズ、令和プシュ、令和プシュ、令和プシュ、令和ね、令和、さあ令和を込めるとどうなる、令和を込めるとアップデート、ふわー、以心伝心、以心伝心、もう思うだけで伝わる、思うだけで、思うだけで思いが伝わる、こういうパントマイムになるんじゃありませんか。今日はそういうことを提案させていただきたい。あの子が好きだよっ、ピッ、ヒポン、ファ、え、あなたも、シピン、スポン、こういうことでございますよ。さあこれをですね、音楽に合わせてやってみたいと思います。皆さん音楽に合わせてぜひ一緒にやってみましょう。それではミュージックスタート。さあ今日は電話をパントマイムアップデートしていきたいと思いますよ。まずは黒電話からいきますよ。回すよ、カモン。これはバッ、プッ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 プ、もしもし、バッ、ガチャッ、プッ、もしもし、バッ。さあアップデートしていくよ、これをアップデートするよ、スマートフォン、カモン。後ろも見えないね、横も。さあさらにアップデートするとこれだ、ゴー、一心伝心、皆さんご一緒に、一心伝心、一心伝心、 Thank you。
どうでしたか。さあ次の研究材料はぜひ皆さん僕に連絡をください。アップデートラボはどんどんアップデートしていきます。何何手紙をやってみたらいいんじゃないかって、いいじゃないですか。どんどんアップデートしていきましょう。もしかしたら今やっているアップパントマイムは未来触らないかもしれない。どんどんアップデートして未来を作っていこうじゃありませんか。そんな思いが皆さんからの思い一心伝心で伝わってきましたよ。ということで金子新平のパントマイムアップデートラボでした。どうもありがとう。